石川県輪島漆芸美術館。全国初の漆芸専門の美術館であり、建物の外観は正倉院のあぜ倉造りをイメージしたデザインとなっています。広々とした館内は至る所に漆が使われており、漆の美術館ならではの雰囲気があります。展覧会は随時開催され、輪島塗だけではなく日本各地、海外の漆芸まで多岐にわたり紹介されています。漆器の制作工程や漆芸作家の作品を紹介する映像、漆芸美術館レント書を閲覧することもでき、漆芸の世界をより深く知ることができます。また隣接している漆の里広場では、漆の木や漆器の生地になる樹木が植栽されており、鑑賞しながら散策できます。